ロマン・パブロビチ・エメリアノフは、ロシアニジニノブゴロド州、パブロボ出身のサッカー選手。ロシアサッカープレミアリーグ、FC ウラルスベルドロフスクオブラスト所属。ポジションは MF。1992年、ロシアニジニノブゴロド州のパブロボにて生まれ、パブロボにある、スポーツ学校でサッカーを始めた。2006年、ナショナルフットボールアカデミーが講演する。 このプリオフフットボールアカデミーに入団。2008年、このプリオフフットボールアカデミーを卒業し、FC、トリアッチに入団した。2008年7月4日、ロシアセカンドディビジョンの第14節、FC ボルガニジーニノブゴロド戦の後半88分に、マクシム・フェドロフとの交代でデビューを飾り、翌年には20試合出場した。2009年には、 イングランドのチェルシー FC へ2週間のインターンシップを経験。怪我から回復したマイケル・エッシェンラと共に練習試合に参加をした。2010年1月下旬、ウクライナの FC シャフタールドネツクに3年契約で移籍。2010年8月から2011年6月までは FC ゾリアール・ハンシクへレンタル移籍をした。 2011年8月26日、FC ロストフへ、シーズン終了までのレンタル移籍をした。ロシア代表としては U-17、U-18、U-19 と、各年代で招集され出場している。2011年6月5日、スペイン代表との親善試合に招集され、U-21 ロシア代表デビューをした。ありがとうございます。